はい、イレブンガールズアートコレクション福屋八丁堀本店で開催しております。今回、各作家さんの一押しの作品を私の一押しの作品を紹介しております。斉藤理恵さんの一押し、私の一押しの作品は、まあ、一押しなんですけれども2点こちら対の作品、まあ、バラバラで販売はしているんですけれども、ちょっとね、オスとメスということで次の作品だと思うんですね。こう見合ってる形ですしね。こちら多分ね、こう口開いててこちらが閉じてるのでアウンもあるんだと思うんですけれども、こちらひよこという作品ですよね。ひよこの火がね、火っていうのがいいですよね。そのこうフェニックスが、火の鳥がですね、こう火にこう自分で飛び込んで生まれ変わった最初の時らしいですね。こちらが飛び込む瞬間の絵らしいんですけれども、手塚治虫の火の鳥でもね、火の鳥何度か生まれ変わってるんですよね。最初にの長編になった黎明編とかでもね、天野弓彦にこう鉄の弓矢でね、こう刺されて首を落とされてるんですよね。その後復活したりとかしてますし、火の鳥もね、こう割と大人として出てくる場合もあれば、本当に子どもの火の鳥としてね、漫画に登場する場合もあるんですけれども、あんまりね、ひよこの火の鳥というのは手塚治虫もさすがに描いてはいないですね。はい、こちらの作品、斉藤理恵さんのひよこのオスとメスでした。